カディスの戦いは、スペイン継承戦争における、戦闘の一つである。1702年8月23日から9月30日にかけて、スペイン・カディスで、イングランド・オランダ連合艦隊と、スペイン軍が衝突した。イングランドは戦略を、スペイン領ネーデルラントに陸軍を派遣して、フランス軍を撃破する方針を取る一方、 フランス・スペイン海軍とスペインの海外領土を揺さぶり、ヨーロッパにおける、イングランド・オランダの政海権確保のため地中海に、共闘法を築くための海軍派遣も決めていた。この作戦に選ばれたのは、海軍元帥ジョージ・ルークとオーモンドコージェームズ・バトラーで、オーモンド率いる陸軍を乗せた、イングランド・オランダ連合艦隊は7月末に、出港して8月23日に、 カディス沖に到着、ルークは偵察部隊をカディスに送り作戦会議を開いた。しかし、ルークは偵察期間後も作戦会議を開き方針は2点3点、カディスへ降伏勧告し拒絶されると、また会議を召集して上陸作戦を採用し、オーモンドの陸軍はカディス北方のロタと北東のエルプエルトでサンタマリアを落とし、沿岸都市を制圧しながら、 カディスへ接近したが、エル・プエルトでサンタ・マリアでは、兵士の略奪が発生、スペイン軍が陸海双方で、連合軍の進路を封鎖したため連合軍は、手詰まりとなり、9月26日に陸軍が艦隊へ、戻り30日に連合艦隊は撤退した。ルークと、オーモンドは優柔不断と略奪放置で評判を落とし、作戦失敗で、イングランドへの帰路をたどった。 しかし、期間途中に、偶然、フランス・スペイン艦隊が、スペイン北西部に寄港したとの知らせを受けて、襲撃 b、b アンの海戦で勝利したため名誉挽回を果たし、手柄によりオーモンドは、アイルランド総督、ルークは、スーミツイン議員となった。ありがとうございます。